はい、こんにちは、ゆきおです。ずとまやのグッズ紹介シリーズというか、こんなグッズを買いましたシリーズ。はい、僕が唯一自発的に動画を回す時間です。はい、ちょっと、まあ、早速ね、僕12月のずとまやのポップアップストア、原宿であったやつですねに行って、まあ、いろいろグッズを買ったんですが、まあ、ちょっとその開けるのにこう勇気というかがまあまあいるじゃないですかっていうので、まあちょっと今まで開けてこれなかったんですけど、ちょっと最近ね、もうなんかその大会とかで海外に行ったりとかで、なかなかこうずとまやの成分をね、ずとまやのライブとかね、5月のあのゴールデンウィークのあの大きいやつも行けなかったりしたので、ちょっとそろそろ吸収しとかないとなということで、12月に買ったグッズをちょっと開封していきたいと思います。はい、あのね、まあ早速紹介していくんですけど、僕の唯一の趣味です。はい、これ以外はもうありませんっていうぐらいの、はい、熱量で やっていきたいと思いますので、まずはですね、ちょっと開けながらやっていきますが、こちらです。クッションですね。はい、ずっと前の中でいいのにのクッション、なんて書いているんでしょう。ずっと前をちょっとわかんないですけど、読めないんですけど、ずとまやの、はい、このね、かわいいですね。この青なんですね。紫と緑っていうのがわかるんですけど、こっちが青色で、はい、でこのデザインを施されたあのマットみたいなのも、まあ、一応、はい、僕持ってまして、ちゃんと玄関に置いております。でこれ今回はクッションということで、ありがとうございます。まあクッションなんていくらあってもいいですからね、これ。はい、で、次、あ、そうだそうだ、これね、非常に嬉しい。日常生活にもやっぱね、ずとまやのこうグッズってこう日常の生活に役立つものというか、日用品とかその家具とかそういうのが多くてですね、こう自分の生活に組み込みやすいんですよね。はい、だからもう家にこうずとまやグッズがいっぱいあるみたいな状況に気づいたらなっていると。いうことで、はい、今回もね、こちら、まあ、何個か持っているんですけど、ちょっと服が多くなってきて、こうハンガーが足りないなということで、はい、こちらのずとまやハンガーですね。これしっかりこうしっかりしてます。そう、ずとまやのグッズ何がいいって、こうしっかりしてるんですよね。はい、質がいい、物の質がいいので、もう簡単に壊れたりもしないですし、もうデザインもいいですしということで、はい、ハンガーありがとうございます。はい、続いてですね、これですね、これ、はい、椅子ですね、組み立て式の、はい、腰掛け椅子みたいな感じなんです。まあ、これは僕持ってまして、そこにあるんですけど、まあ、2個目です。はい、使い勝手が良かったので、まあ、みんなでなんか宅飲みとかするときにこうね、こういうのいくらあってもいいじゃないですか。そういうなんか痒いところに手が届くというか、もうあったら嬉しいなというものが多いんですよね、ずっと前のグッズ。ほら、これ可愛いでしょ。これはいつのやつかな。ずとまやの何でしたっけ、高爪でしたっけ。踊り忘れずのやつでしたかね。この工業的な、はい、グッズですが、はい、すごい可愛いオレンジ色でね。でも別の色が出たらね、また買おうと思うんですけど、はい、これですね。ありがとうございます。して、今度は、あ、タオルですね。まあそうですね、タオルも本当にグッズの代名詞と言ってもいいんですけど、まあこういうものがいくらあってもいいですからね。ずとまやのタオルはね、非常に種類が多くて、これでもポップアップストアで買った、わあ、かわいいですね。これもすごい、なんだこれ、永遠深夜とね書いておりますが、はい、かわいい。これいつのやつだろうな、ちょっとわかんないけど、はい、かわいいのが、もうデザインがいいよね。もうすべてにおいてデザインが、はい、よろしいです。ありがとうございます、いつも。はい、ということで、これが多分色違いかな。あ、そうですね、色違いです。はい、まあずとまやのこう代表的な色ですね、こう紫と緑ということでね。この紫の色もいいですね。これすごい、質感もすごいです。このタオルはね、ちょっと飾りたいな、いますね。緑もいいけど、こう紫もいいな。この紫と黒っていうね、このちょっとダークな感じが、はい、非常に好きです。でね、これなんか、なんだ、
1万円分買ったらついてくるみたいな、このねショッピングバッグみたいな、これもね可愛いんです。こういうのこういうのもねしっかり取っておくっていうのは大事ですね。はい、で、次、まあこれもそうですね、家具とかその家にあったら嬉しい系ですけど、はい、こちら、はい、家の中のスリッパですね。ハウススリッパ、ハウススリッパっていうのかわかんないですけど、はい、こちらオレンジ色の、はい、モフモフのスリッパになっております。まあ僕の家はですね、もうスリッパがないととても生活できないぐらいの、はい、感じですので、いつもスリッパを履いて、家の中で生活しているんですけど、まあ僕そんな僕にぴったりの、はい、こんな感じですね。まあちょっとねトイレに置くにはちょっと申し訳ないというか、ちょっとトイレに置けないなっていう、はい、まあなんで、まあ、家の中で使いますけどっていう、これが2個、はい、買いました。はいですね、ありがとうございます。そしてこれは別のあれかな、ちょっと待ってくださいね。あ、すいません、ありました。これもずっと前グッズですね。はい、マグカップですか、保温機能をありますか。マグカップ、サーモマグ、はい、保温機能があるマグカップ、これも可愛いですね。はい、このずっと前の Z のデザインが非常に良くて、はい、こちらもね書いてあります。さっきと同じだ。フィニチュアってこれどういう意味なんですかね。ちょっと あんまり頭が良くないと分かんないんですけど、はい、こんな感じの実用的なマグカップもありますということで、さあ、あ、これも同じような感じで、アンブレラボトル、はい、アンブレラボトルがちょっと何なのか分かんないんですけど、あー、いいですね。もうこんなのもいくらあってもいいから、はい、非常に、ちょっと待って、これです。はい、かわいいですね、このズトマヨと書いております。はい、こちらも、はい、ズトマヨ仕様ということで、まあ、これも保温ですか、保温保冷、機能がありそうな感じですね。はい、ただ水筒ですね。はい、まあ、これからの季節にぴったりの、はい、夏はね水分補給が大事ですから、このズトマヨサーモマグカップ、サーモ水筒でね夏を乗り切りたいと思います。そして、これポーチですかね。おら、ウニグリくんだ。ウニグリくんの、これウニグリくんだよね、多分ね。こうちょっと間違ったらすいません、ウニグリくんやと思うんですけど、のポーチです。はい、これも可愛いですね。もうちょっと小物をねこう入れたりして、でこうキュッとね、はい、でまあ、バッグの中にこうあるという、まあ、化粧品とか、ね、入れるといいかもしれないです。僕はちょっと化粧品とかないんですけど、はい、あ、電子タバコとかね入れるのいいかもしれないですね。ずっと迷う、はい、テクノプアの時のやつですか。はい、テクノプアも良かったですね。いろんなとこ飛び回りましたね、やっぱテクノプアは本当に。いやー、可愛いです。はい、ありがとうございます。してですね、はいはいはい、あっこれは、クリアファイルか、クリアファイルっぽいかですね。ちょっともういかんせんこう買ったのが12月なんで、こうな何を買ったのかっていうのは覚えてないんですけど、はい、あ、クリアファイルですね、これ。はいはい、かわいいです。このギラギラしてますね、この、まあ、緑なのか青なのかっていう、ちょっと色も深い色で、はい、まあ、永遠深夜帯、まあ、さっきのタオルと同じデザインですかね、のクリアファイル。これはね、日常で使えますね。はい、ありがとうございます。そして、これはなんだ？あ、コースターですね。これコースターです。この中に入ってるんですね、多分ね。ちょっと開けます。うん。はい。コースターもね、これいくらあってもいいですから。あら、かわいい。愛のペガサス。アイペガのコースターですからね。もう本当にこうツアーとマッチしたグッズみたいなので、しかもちょっとディスクっぽい感じなんですかね、これ。ディスクっぽい感じを CD みたいなね、イメージしてるんですかね。で、まあゴム製でしっかり滑らず、コースターの機能もあると。アイペが良かったですね、本当に。ライブ中にこの3曲の中から1曲をこう視聴者じゃあ、リスナーが拍手の大きさでね、聞きたいのを決めるみたいな、そういうのもあって、すごい面白かったですね。面白いし良かったですね。
まあ、ただちょっとこう そのねあの大きさで決めるみたいなところでウニグリライブであんま聞いたことなくて、あんまりそのないんですよ、ライブでウニグリっていうのが。だからそこで選択肢にあって、あ、コースターは3個でした。あ、さっきの1個とこう3個、はい、買った、4個でしたね、はい、すみません、4個、はい、コースターですね、はい。でウニグリ聞きたかったなってのありますね。ただちょっとまあ結局決まったのは他のやつだったんであれでしたけど、なかなかねライブであまりその演奏されないけど、あら、これコースターの色が違うんですね。これオレンジとこの緑っていうのがあって、あ、よかった、いっぱい買って。これは、あ、なるほどね、あ、ここの縁の色があれなんだ、緑とオレンジと縁の色で中身の色も変わっていく。じゃあ2個ずつっていうのは非常に大正解と。はい、ありがとうございます。ちょっと開けておきますか、さあ後で。知ってですね、次はこれですね、ズトマヨの牛タンカレー、愛のペガサス監修という、ね、こういうなんかもうコラボ商品なんですか、コラボ商品ではないか、コラボ商品か、うん、そうですね、うん、牛タン炭火カレーのどことコラボされてますね、うん、こういうなんかそのちょっとしたこう食べ物とかのねコラボのあれもパッケージとかもすごいこだわって作られて、こうズトマヨの牛タンカレー、このレトロな感じとかね、でここにウニグリ君もいたりして、これ非常にこういうこだわりみたいなのを感じて、やっぱグッズをね毎回楽しみにしている側としても本当に嬉しいですよね、このこだわり方っていうのは。はい、そしてですね、これですね、ズトマヨの牛タンラー油、同じとこの店のあれですかね、コラボですかね、はい、こちら牛タンラー油で、これもパッケージこだわって作られてますね。ちょっとあれがあるかもしれないけど、すごい分かりますか、このもうズトマヨのって書いてあってね、こんな感じでズトマヨっぽいこう永遠深夜とかねこう書いてたりね、こうこれ紫色で、これちょっと中華っぽい感じもね、ありまして、伏線だったんですかね、この中華っぽい感じは。はい、いやめちゃくちゃ嬉しい。で、これは何だ？これなんだ？これなんだ？これは、あ、ちっちゃい、ちっちゃめのポーチみたいな感じですかね。はい。はい、これもまあ、こんなのあればあるだけいいですから。はい。デザインも可愛いということで。これ何の MV のやつかな？うん。わかんないけど。これ何が入るんでしょうね、この大きさ。わかんないけど。まあ何かを入れようと思ってますね。はい。ってことで、おお、まあ、もう2袋終わっちゃった。ラスト1袋だ。ラスト1は結構服が多めかな、服が多めですね。ちょっとまずはこれで、これは覚えてますね。確かスプーンとかフォークとかのセットだったような気がしなくもない。これですね、アイペガのやつかな。こっちもこのね、このパッケージも可愛くてですね、開けますか。はい、あ、そうですね、愛のペガサスの、はい、スプーンとフォーク、これかわいいですね。これわかりますか、このずっと前と書いてあって、このウニグリくんがペガサスみたいにこう羽が生えてるっていうね、はい、あれになってます。はい、ウニグリペガサスっていう感じでね、はい、素晴らしいな、本当に。これはもうアイペガのコンセプトもすっごい良かったですよね。こう喫茶店、やっぱりずっと前のライブってこうセットを毎回こだわられてやられてるじゃないですか。だからもう本当にもうマジの喫茶店みたいなセットで、やってて、もうライブの感じもね、その注文するみたいな形で、うん、やられてたりして、もう世界観ですよね、やっぱりあの世界観はね、もうちょっと癖になっちゃいますよね。そしてここからは、服が多めかもしれない。これでかいな、これでっかめ、でっかセーターですね、でっかセーターです。はい。でっかセーターでしたね。ちょっとまあ、これから夏なんで、まあちょっと一回寝かせておいて、秋頃かな、秋頃にちょうど良さそうな、はい、セーターです。はい。かわいいですね。はい。うん。ワンポイントで、こう、ずっと迷うと書いてあって。で、こういうね、ずっと前のこう服の袖とかの先とかにね、こういうずっと前のマークがついてたりね、ラバーの、そういったこだわりも、は
はい、毎回楽しませていただいております。で次は T シャツか、 T シャツっぽいですね。これはあら、この T シャツかわいい、これかわいいね。これは、あ、半袖だ、これいいじゃないの。ここからね、夏ですから。あら、てかもうすっごい、これ見る、もうこれデザインもね、デザインめちゃくちゃかわいいじゃん。わかるかなこれね、このゴーストみたいな刺繍なんだよね。こうすっごいこだわりだな、これ。この真ん中のこれゴーストがね、刺繍なんですよ。わかるかな、これ。そう、こんなんいいんですか。しも裏にもね、裏のこのこういうところのワンポイントとか、あったりしてね、はい、非常にいいですね。でもこういうこのズトマヤの服のね、こことか好きなんですよね。こういうのがあるところとかも好きで、はい、いいですね。非常に可愛い T シャツ。しかも夏着れるやつ。して次はちょっとこれまた、なんかあれですね。すっごいの買ったな俺。はい、こちら。僕が着れるかは分かりませんが、この色、なんていう色なんだろうね。この淡い緑なのか黄色なのかっていうところですけど、これまたあれですね、デザインが可愛いんだから。これ見えますかね、これ。なんだこれ、なんだこれ、レコード？いや違うな、レコードか。いや、ちょっとわかんないですけど。はい。まあって。まあね、ずっと前の服、おなじみのこういうところもね、はい。いいですよね。かわいいね。やっぱかわいい。そして、まだありますよと。これも T シャツかな？ロン T かな？これは。ちょっと、わかんないけど。あ、半袖ですか。半袖ですね。これまた白 T で、はい。この真ん中に。これ多分なんかの MV かな？うわー、ちょっと待って。何の MV だ、これ。わかんねえの、よくねえな。ちょっと、結構最近の MV ですか？これは。はい、に出てきたやつですかね。この可愛いですね。はい、まあ、本当に僕もね、ずっと前を大好きで、最近っていうか、世界大会によく行くときに、フライトが、何十時間とか、20時間とか、10時間とかじゃないですか。もう飛行機の中で、俺もう本当に森一切なしで、ずっと聞いてます。20時間。ずっと前を。もうこの前のロサンゼルスも、10時間、フライト。ずっと聞いてましたから。はい。まあでも、めちゃくちゃいいんですよね。あ、これはなんだ？あ、これなんかすごいな、質感というか。あらあらあら。これはなんだ？これなんだこれ。なんかね、質感がちょっと、わかりますか？こう。耐水性に優れてそうなというか、はい、これはまだレインコート的な、そんなことある、書いてるか、書いてはないな、かわいい、ライブのグッズですか。あ、ちょっと違うな、最近のやつもあるな。はい、で後ろもこんな感じで、かわいいですよね、本当に。これはシンプルでいいね、こう着やすいというか、でこの袖の見にくいか、袖のワンポイントもあって、あら、これしっかりしてんな。まあこれは秋かな、うん、ちょっと寒くな、冬なりかけの秋とかにね、はい、着れそうな。まあこういう服をね買ってる時ってやっぱこう次の季節が楽しみになるというかね、非常にいいですよねって感じで、一旦終わりましたか。今回意外と少なかったな。うん、まあ、あと、こう、何万買ったらついてくるみたいな、1万買ったら1枚ついてくるのかなみたいな、カードをね、結構いっぱいあって。これ全部同じなのかな多分。はい。あ、同じっぽいかな。はい。なので、はいはい。はい、こんな感じで、カードも。お勉強しといてよのね、やつですかね。お勉強しといてよの MV もいいですよね。これライブの演出もね、ギラギラしてていいですよね。紫色でパーッとこう来て。で、お勉強の弁っていう文字がね、一面にクッて出るのが、
いいですよねって感じで、まあ一旦終わりですかね。尺短いな。ちょっとごめんなさい、ちょっと今回すごい、少なくはないんですけど、まあもうちょっといろいろ欲しかったのもあったんですけど、ちょっと持って帰れなくて、やっぱその場で買ってその場で持って帰りたいじゃないですか。なんでちょっとまあ次はね、あの何か引き連れていこうかなと思ってます。荷物持ち要因というか、はい、ずっと前付き合わせてねって感じで、はい、まあ今回はね、僕の唯一の、僕が唯一ね、自発的に動画を撮る時間ということで非常に楽しかったです。はい、また次回のずっと前をグッズ紹介コーナーでお会いしましょう。それではバイ。